今日はマンライサウンドのファズ、予約してたやつ来ました。開封していきます。マンライサウンドはこうどれもヴィンテージと比べたらちょっとちゃうんですけど、どれもなかなか、安いのに結構いいんですよね。しかも予約したのはほとんどしたことないですね。おぉ、かっこいい。すんげえかっこいい。すんごいかっこいいな。うおぉ、かっこいい。うわ、臭い。あ、新品の塗装の匂いがする。おぉ、かっこいいな。すんげえかっこいい。結構、この三角形のやつ好きなんですよね。三角形って言ったらこれでしょ。マエストロ。しかもこれ、あれです。62年の3ボルトのやつ。これなかなかいいです。ちょっとこう、低音を足す改造はしてあるんですけど、これもなかなかいいんですよね。これは、ちょっと概要欄に貼ってきます。ちょっとこれ、この個体は特にいいです。三角形ときて、もう一個、これ、ヒースキット。これもなかなかいいんですよね。ただ、重いっすね。じゃあ引いていきます。52年のテレと、ボックス AC4、現行のやつですね。引いていきます。パズが最小で行ってみます。下のモードで、なかなかのブチブチに振り切ってる。かっこいい。これはかっこいいな。で、意外とね、コードはブチブチやけど、ソロはちゃんと弾けるんですよね。ソロなんかね、ダブルチョーキングとかするとなんかオクターブ、上のオクターブが鳴ってるみたいですね。で、これの BEE バージョンで、上で。するとローが結構出てくる感じですね。ゲイン最大でいっちゃおう。最大でいっちゃいます。なんかゲインはあんまり変わらん感じですね。ハイの出方が変わる感じですね。一番低いと、
かっこいい。これはもうこれだけの限定の使い方ですね。ちょっともっと後々こう鳴らしてからちゃんとまた長い動画撮ってみます。